震災前は本当に地元が嫌で出て行ったっていうのが本音でして、で、なんでか分かんないですけど、震災後にこっちに帰ってきて前の元通りの町にしたくないなって思って帰ってきたんですね、はい、今年6月に帰ってきたばっかりなんですけども、その時帰ってきた時に地元で復興青年会っていう団体が立ち上がってたんですね。でそこに帰ってみると、この町を変えたいとか、その前の元通りの町にしたくないっていう思いの人ばっかりが集まっていて、そういう思いはみんな持ってるんだなって、ちょっと安心したと言いますか、心強い感じはしましたね、はい、もちろん雇用も生みたいっていう思いもありますし、でそれよりもと言いますか、最終的には自分がこうやって U ターンで帰ってきたんですけども、頑張ることによって地元でこういった仕事もできるんだぞっていうのを見せて、でもっと多くの人に帰ってきてほしいというか、ここに来ても仕事ができるんだっていうのを見せたいっていう思いでやってます。最初は結構復興支援という形で一回こっちに来たんですけども、すごい何とも言えない気持ちになりまして、せめてお買い物だけでもっていう声が多かったんですね。でその後は本当にお店の方を応援したいとか、一度食べてみて本当に美味しいからまた買おうっていう声が結構来てまして、そういう声を結構お店の方は嬉しいというか喜んでますね、はい、ネット販売の他に東京でイベントとかっていうのもこれから企画してますし、あとはこれからやりたいと思ってるのがツアーですね。こっちに来てそのこれから立ち上がる人ですとか、その若者と話をするツアーをっていうのを企画してまして、そこにツアーに来るとこれから未来を変えていくっていう人たちと話ができるので、ぜひそういうツアーに参加してほしいですね、はい、南三陸パックっていうものを企画してまして、その中にはその南三陸中のお店のものを入れようと思ってるんですね。でそれを頼めばその南三陸の魅力をいっぺんに味わえるっていうような商品を企画してますので、販売した際にはぜひお買い求めいただければと思います。おいくらですか？まだ決まってません